白久志信は、新末民初の軍人、旧葛羅系の軍人、字は非初。幼い頃は、学問に励んだが、成長するにつれ農民や、雑貨店の店員に転じている。1871年に軍隊に加入して、厚生の準防衛において、次第に昇進する。1909年に、厚生準防衛法等となり、青霧州に駐屯した。 1911年6月、リック・が、厚生帝徳に昇進すると、幕へ一心破潤防、栄ただ死に昇進した。侵害革命勃発後、幕は喜び縁不調に任じられている。1912年5月、幕久志心は、リック・から、青桐州府長兼青桐州関監督に任命される。それから間もなく、厚生な各第一政司令に任命された。 1914年、厚生陸軍第一子、第二度々、長剣、総合道同院に任命される。1915年9月、桂平鎮寿氏に任命され、同年12月、遠征外が皇帝に即位すると二等男爵に封じられた。1916年、陸が五国戦争に降応し、5月に、はじめ喜びで五国軍両校と司令部が成立すると、幕は、 五国軍第三志士長兼、はじめ経営受司令に任命されている。遠征外死後の同年10月、幕久志身は、広江陳寿司を兼任し、12月には、関東第二、今世たび町に移動した。1917年11月、関東特軍に任命されている。1918年8月、陸坂江邸らが主導権を握った、改装後の公州軍政府において、 幕は陸軍部長を兼任した。1920年10月、孫文を支持する陳形名に敗北すると、幕は下野して上海に逃げ込み、高数民という偽名で潜伏した。1928年秋、故郷の桂平に引退している。1930年3月30日、桂平にて病没。去年78、ありがとうございます。